シューズジムの米波です。前回の試合は、たくさんの応援ありがとうございました。あれから結構身体について迷ってたんですけど、まあ迷ってたけど、まあ日が経って、はい、もう一度立ち上がろうと決心したので、はい、もう一度這い上がろうと思います。ということで、早速試合が復帰戦が決定しましたので報告させていただきます。日にちが8月5日なんですけど、対戦相手が、タイの選手で、戦績でいうと60戦以上して50勝ぐらいしてるから、ですごいキャリアのある相手で、世界タイトルマッチを、スーパーフライ級で、だいぶ前になるんですけど井上尚弥選手と戦ったことのある選手で、すごい、キャリアがあって、タフな選手になるんですけれども、復帰戦でこういうチャンスのある相手と組んでいただいて本当感謝してます。ですのでこのチャンスをものにして、はい、もう一度這い上がろうと思ってますので応援よろしくお願いします。はい、それと試合とはちょっと関係ないんですけど、6月から、神戸の三宮の高架下でファイトヒット神戸っていう、ボクシングジムを、久保が代表、久保俊、元自分の大学からの同期の元 WBA 世界スーパーバンタム級チャンピオンの久保俊が代表を務めるジムがオープンしましたので、で自分もそのジムにお手伝いさせていただきますので、もしよかったら三宮にお越しの際は体験でも見学でもいいので、ぜひボクシングとちょっと触れ合ってもらえたらなと、はい、思います。そのプロ選手というよりはフィットネス専門のジムなので、まあ、お子様でもいいですし、老若男女、どなたでもきっちり丁寧にご指導させていただいてますので、ぜひぜひ、ご来館お待ちしてます。高架下にあるんで、ショッピングの、はい、ショッピングがてらに寄っていただけたらなと思いますし、シャワー室もあるんで、例えばデート前にむくみを取りたい方とかね、はい、ぜひ一汗かいてデートっていう名の戦いに挑んでもらえたらな、その背中を後押しぜひ任せてください。ありがとうございます。では、また試合の方頑張ってください。ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。